初めからオートで戦えたり、リザルト画面から再戦できるようになって、周回要素がさらに便利になったね。あとクリスタルの所持数も一桁上がってくれて嬉しいぜ。ルーダスだね。ああそうか、もう来ていたんだね。来月のアップデート情報が。オフラムには1ヶ月ぐらい動画投稿放置してしまい申し訳ない。引き体ガチャがないプラス新しい PC や実況機材のため貯金しているプラス、11月後半にウームのバーチャル文化祭があって、そっちの動画投稿に専念していた理由でオプロムニをずっと放置していました。あ、ログインぐらいはたまにやっていたけど。まあでも今後も引き体ガチャとかない場合、しばらくの間オプロムニアの動画投稿はアプデ紹介だけになるだろうね。前と比べて更新頻度が大幅に下がってしまいますが、気長に待っていただければ幸いです。では早速新しいアプデ内容を見ていこうか。あ、いきなりこれか。はじめからおっと、この動画撮る前一回ダンジョンやったんだけど、なんか見慣れないアイコンがいくつかあったからさ、もしかしたらこれが次のアップデートで実装されたやつかなって思っていたんだけど、どうやら正解だったみたいだね。これまでは戦闘開始後にボタンを押さないとオートにならなかったんだけど、その手間を省いて時間を短縮することができるから、素材集めで周回する場合とか、これでちょっとは楽になったんじゃないかな。おっと、アビリティを使うオートバトルも設定できるようになってる。これまでのオートバトルはひたすらフレーム攻撃、 HP 攻撃ばっかりだったからさ、個人的に嬉しい追加要素だね。これも撮影前に発見したんだけど、どうやら戦闘終了後のリザルト画面ですぐに再戦するか、パーティーを組み直して再戦するかが選べるようになってるんだよね。これまではいちいちクエストを設定しないと次のクエストに挑戦できなかったんだけど、これも素材集めなどで周回するときに時間が短縮できて非常に便利だね。召喚獣ボードで獲得アイテムの個数が確認できるようになったんだ。召喚獣ボードは俺まだそんなに触れてないんだけど、アイテムの数が分かるだけでも便利になってるね。次の新幻獣会はブラザーズ、対象キャラはこの6人。ということは次の BT 袋実装キャラはクラクモかな。ああ、そうだね。俺がフォローしているフレンドの中にクラクモの BT 袋の実装を待ってる人がいたんだけどさ、早めに夢が叶ってよかったな。俺の場合12月は欲しいグッズがいくつかあるからスルーすると思うね。はい、そういうことか。次クイーンか。そうか、ようやくクイーンも実装されるのか。よかったな、ナイ。お前のお目付け役も幻想の大地に降臨なさるぞ。となるとクラスゼロ最後の実装キャラはサイスということになったか。サイスも早い段階で実装してほしいんだけどね。で、クイーンといえばヤヌスのメガネのブチギレモード、あれも当然実装されるんだよね。特殊能力かエルディアビリティあたりで来そうな予感がするな。次の復刻談笑はレノとグラディオ。あ、クリスタルの所持個数の上限が一桁増えてる。99,999個まで持てるようになったってことか。これも嬉しい追加要素だね。多くクリスタルを持っていた方が余計な周回とかせずに助かるからな。とな、俺が気になるアップデート内容はこんなところか。12月は周回要素に力を入れてきていたね。オートバトルとかすぐに再戦できる仕様とか、周回する上で非常に嬉しい追加要素だから、これでキャラの育成もさらにはかどっちゃうね。というわけで今回の動画はここで以上となります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。